得体の知れない不吉な塊が私の心を四十押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した。 配線語るや神経衰弱がいけないのではないまた背を焼くような借金などがいけないのではないいけないのはその不吉な塊だ以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった「宿音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても」 最初の23小節で不意に立ち上がってしまいたくなる何かが私をいたたまらずさせるのだそれで始終私は町から町を不労し続けていたなぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに 強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとかその町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまう。 といったような趣のある町で土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりする時々私はそんな道を歩きながらふと そこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような町へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった大地に安静がらんとした旅館の一室 正常な布団匂いのいいかやとノリの,のよく効いた浴衣そこで一月ほど何も思わず横になりたい願わくはここがいつの間にかその街になっているのだったら錯覚がようやく成功をし始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていく何のことはない 私の錯覚と壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青や さまざまなしま模様を持った花火の束中山寺の星下り花合戦枯れすすきそれからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてあるそんなものが変に私の心をそそったそれからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし 軟禁玉が好きになった。またそれをなめてみるのが私にとって何とも言えない凶楽だったのだあのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがその幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか 全くあの味にはかすかな爽やかななんとなくシビといったような味覚が漂ってくる察しはつくだろうが私にはまるで金がなかったとはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった二千や三千のものといって贅沢なもの 美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは例えば丸善であった赤焼きのオードコロンやオードキンしゃれた切子細工や 天ロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶キセル小刀石鹸タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあったそして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだったしかしここももうその頃の私にとっては 重苦しい場所に過ぎなかった。書籍学生勘定代これらは皆借金取りの亡霊のように私には見るのだったある朝その頃私は甲の友達からオスの友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の 空虚な空気の中にほつ然と一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がり そここでちょっとその果物屋を紹介したいのだがその果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であったそこは決して立派な店ではなかったのだが果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあってその台というのも古びた黒い 漆塗りの板だったように思える何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に貸したというゴルゴンの記面的なものを差し付けられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている実際 あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの家の美しいのは夜だった寺町通りは一体に賑やかな通りでと言って漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている それがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその林家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、 その家の打ち出した日差しなのだがその日差しがまぶかにかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりもおやあそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだそう周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が 絹のように浴びせかける絹暗は周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ裸の伝統が細長いらせんをキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立ってまた近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほどその時々の私を驚がらせた者は寺町の中でも稀だった。 その日私はいつになくその店で買い物をしたというのはその店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなどごくありふれているがその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋にすぎなかったのでそれまであまり見かけたことはなかった一体私はあのレモンが好きだ レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色もそれからあの竹の詰まった防水系の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれからの私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間街を歩いていた始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて私は町の上で非常に幸福であったあんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされるあるいは不審なことが逆説的な本当であったそれにしても心というやつは何という不可思議なやつだろうそのレモンの冷たさはたとえようもなくよかった その頃、私は配線を悪くしていていつも体に熱が出た。事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは快いものだった。 私は何度も何度もその果実を花に持っていっては書いてみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる漢文で習った「売鑑者」の言の中に書いてあった「花を打つ」という言葉が切れ切れに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞう 胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから 私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして町をか歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたこんなことを思ったりつまりはこの重さなんだろう その重さこそ、常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは、すべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった解革心から、そんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて、私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう、私が左右に立ったのは、 マルゼンの前だった。平常をあんなに避けていた丸ンがその時の私にはやすやすと入れるように思えた「今日は一つ入ってみてやろう」そして私はずかずか入っていった「しかしどうしたことだろう」私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった香水の瓶にもキセルにも。 私の心はのしかかってはいかなかった憂鬱が垂れこめてくる私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った私は画本の棚の前へ行ってみた画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出しては見る そして開けては見るのだが、克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも、呪われたことには、また次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて、一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私はいく度もそれを繰り返した。 ととうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまったなんという呪われたことだ手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた 以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう一枚一枚に目を晒し終わって後さてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであったあそうだそうだその時私はたもとの中のレモンを思い出した 本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度このレモンで試してみたらそうだ私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた私は手当たり次第に積み上げまた慌ただしく潰しまた慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり 青くなったた。りした「やっとそれは出来上がった」そして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまってカーンと。 さえっていた。私は埃りっぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていた不意に第二のアイディアが起こったその奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせたそれを そのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る私は変にくすぐったい気持ちがした「出ていこうかなそうだ出ていこう」そして私はすさすた出ていった変にくすぐったい気持ちが町の上の私を微笑ませた丸善の棚へ 小金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な一が私でもう10分後にはあの丸ンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう私はこの想像を熱心に追求したそうしたらあの気詰まりな丸ンもコっパみじんだろうそして私は活動写真の看板画が 期待の趣で街を彩っている峡谷を下がっていった。